マラーの詩は、フランス新古典主義の画家ジャック・ルイ・ラビットが、フランス革命の指導者、ジャンポール・マラーの詩を描いた、油彩画である。ラビットは、当時のフランスを代表する画家で、山岳派のジャコバン党員であるだけでなく、革命保安委員会の一員でもあった。マラーの詩は、フランス革命を描いた有名な絵画の一つで、1793年7月13日に、 シャルロット・コルデーに暗殺されたマラーが、浴槽に横たわっている場面を描いている。マラーの死後数ヶ月で描かれ、政治的要素を材料に脚色をすることなく、描かれた初の近代絵画であると、T.J. クラークに評された。ジャンポール・マラーは、山岳派の指導者の一人だった。山岳派は、恐怖政治の時代から、テルミドールのクーデターまでの期間に、フランスの政界で優勢を誇った。 急進派である。シャルロット・コルデイは、貧乏貴族出身のジロンド派の支持者で、9月虐殺を理由にマラーを性的として批判していた。彼女は、カーンに滞在していた、ジロンド派の詳細を記したメモを理由に、マラーの部屋に入る許可を得た。マラーは、皮膚炎を患っており、治療のためオートミールを浸した浴槽に入ったまま、そこで仕事をすることもあった。 マラーをナイフで刺殺したシャルロットは現行犯逮捕された。4日後にシャルロットはギロチンにより軽視した。ダビットはフランスを代表する画家であっただけなく、マラーやロベスピエールらと並んで有名な山岳派の一員であった。国民公開美術館部の副館として、ルイ16世の死刑に一票を投じ、一般治安委員会委員を務め、そこで、 大勢の人々に刑を宣告し禁錮し、最終的には尋問部を統括していた。彼はまた公教育委員会の一員でもあった。マラーの左手に握られた手紙の拡大。1793年7月13日、マリーアンヌ・シャルロット・コルデーより、市民マラー様へ、私は大変不幸な女でございます。それだけでもあなた様の庇護を求める資格のあるもので、 ございますとある。マラーの姿は理想化されている。例えば、彼が患っていた皮膚疾患は描かれていない。しかしダビッドは暗殺の前日にマラーの家を訪ねた際に得た情報、すなわち緑の敷物、新聞、ペンについては絵に描き込んでいる。ダビッドは国民公開で同輩に無駄事にさせられた友人の絵をエクリボン・ボアール・ボヌール・ジュ・パープラと誓っている。 マラーの死は魅力的な英雄を記念するために描かれている。マラーが左手に持つ紙にシャルロットの名が見えるが、彼女自身の姿は描かれていない。この絵をよく見ると、マラーが最後の池を引き取った時、シャルロットやその他体制がまだ近くにいたことを示している。つまりダビッドは殉教の恐怖以上のものを記録しようとしている。この意味で、 現実に詳細がどうであったかではなく、この絵全体が当初から犠牲者に焦点を当てて秩序立てて構成された虚構。現代の批評家の一部が、ひどく美しい嘘とみなす著しい虚偽なのである。例えば、実際にはシャルロットがマラーの胸に突き刺したまま残したナイフは、絵の中では、浴槽の傍らの床に落ちているように、この絵は決して法医学的。 科学的な観点から撮った写真ではなく、単純で主観的なイメージに過ぎない。マラーの詩はしばしば、ミケランジェロのピエタと比較される。垂れ下がった細い腕が両作品に共通している。ダビッドはカラバッチオの作品、特にキリストの埋葬を称賛しており、マラーの詩のドラマと光にもその影響が見られる。ダビッドは、 君主制とカトリック教会に長く関連付けられてきた神聖なイメージを新しいフランス共和国に取り込もうとしていた。彼は革命の殉教者たるマラーの顔や体をキリスト教の殉教者を連想するような柔らかで温かな光で描いた。キリスト教芸術が当初からそうであったようにダビットもまた多方面にわたる古典芸術から影響を受けている。パリは ローマ同様、首都であり、芸術の溶澜の地であって、共和制ローマと同じく新しい政治を生み出すのだという考えを、ダビッドは自分の徴収になることも多いフランス革命の同志に訴えようとしていた。ポール・ボードリーの描いたシャルロット・コルデー。1860年が、ムンクサク・マラーの死2点のうちの一つ。1907年。 マラーの死は広く称賛され、恐怖政治時代の指導者たちは、オリジナル作品の複製を数枚注文した。プロパガンダのための複製は、1793年から1794年にかけて、ダビットの弟子が制作した。ロベスピエール失脚と処刑の後は、マラーの死は、歴史の表舞台から少しずつ消えていった。ダビットの要請により作品は1795年に、 返却されたが、恐怖政治時代に一般治安委員会に所属した関連から彼自身も起訴される身であった。彼の復活にはナポレオンの登場を待たねばならなかった。1795年から1825年のダビットの死去まで作品の存在は被されていた。ダビットがベルギーに亡命していた間、マラーの死はダビットの愛で死アントワーノ・ジャングロの手で、 フランスの伊豆国家に隠されていた。1826年以降何度か遺族がその絵を売ろうとしたが、いずれも不成功に終わった。19世紀中頃になって批評家により、マラーの詩は再発見された。特にシャルル・ボードレールによる有名な1846年の論評が芸術家や学者の間に作品に対する興味関心をかき立てた。20世紀になっても、 ピカソやムンクは自分自身でもマラーの死をテーマに作品を描いたり、ベーター・バイスがマルキド・サドの演出のもとにシャラントン精神、病院患者たちによって演じられたジャンポール・マラーの迫害と暗殺を書くなど、マラーの死は画家や詩人、作家に影響を与えた。マラーの死の原画は現在ナポレオン失脚後に亡命を余儀なくされた画家が静かに余生を過ごした街ブリュッセルにある。 ベルギー王立美術館に1886年の遺族の申し出により展示されている。ダビットの弟子により描かれた複製の正確な数は明らかではないが、そのうちの何枚かが現存しており、ディジョン、ランス、ベルサイユの美術館などで見ることができる。結婚と水婚の残る本物の手紙も現存しており、現在は第29代。 クロフォード伯爵ロバートリンゼーが所有している。マラーの死から年月を経た後も多くの画家が彼の死を描いているが、その作品にダビットの傑作の影響が見られる場合もある。後年の作品のうち、ポール・ボードリーのシャルロット・コルデーは第二帝世紀の1860年に描かれた。当時の教養ある人々の間には地に植えた恐ろしい怪物というマラーの 暗い伝説が広く知られており、この作品でもシャルロットはフランスを救うヒロインとして若い世代に美徳を示す人物として描かれている。ピカソやムンクの場合、様式としてはダビットの作品に影響を受けたと見られる要素はほとんどない。ありがとうございます。